大きさは3センチほどでパッと見よくわからないんですが、一応エラとヒレがあります。3センチ？多分それ手に持っとるやつ3センチ以上あるよ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さ、ってことで今回は、離島に行って、残りあと9種類寄贈したら、博物館が作れるようになるけん、9種類集めていきたいと思います。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。あ、前回と違う島や。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。めっちゃ竹生えとるやん、なんか。ね、超竹生えとる。お？これは、サッチやっけ？どうも。やっほー、はじめまして、あたいサッチ。あんたも別の島から遊びに来たの？ふんふん。アイナ島のアイナちゃんって言うんだ。結構遠くから来たんだね。短い間だけどよろしく。お互いこの島を思う存分満喫しちゃおうね、にゃん。サッチはどうしよっかな。とりあえずいいかな。とりあえずいいかな。やっぱあれかな。一つの島に、一人までなんかな。おる、住人というのは。ちょ、待って。とりあえずなんか化石がいっぱい取れそうやけん。お？違う。タケノコや。なるほど。竹がいっぱい生えとって、竹の子が取って帰れるってこと？あ、で、自分の島でも竹を育てれるってことか。ほら。あ、じゃあ、開いとる穴は全部竹の子もしかして。なるほど、すげえ。すげえ、いいね、いいね。よいしょー。ほら、全体的に竹の子。でも、ここはなんか新しい、生物とかはあんま期待できなさそうかな。あ、でも魚とかやったら違うか。さあ来いよ。速攻で食いついた。お、イカ？ん？これは、イカを釣り上げた。イカよろしくー。イカよろしくー。あれやん、スプラトゥーンやん。これも取って帰れるんやない？ほらほら。やったね。ヤシの実。ゲット。そして、とりあえず一種類、新しい生物ゲットしたやろ？あ、今来そうやったもしかして。おいで。おい、来い来い来い。よっしゃ、来た。お、カレー？ん？これは、カレーを釣り上げた。見た？華麗な竿さばき。さあ、そして、これで2種類やろ？あっこにもなんかおるな。はっ。ヤシの木にはなんか出てこんのかな？クワガタとか。全然届かんね。だいぶ遠いね、あれ。お！来い来い来い。よっしゃ。来た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 。お、クリオネやん。ん？これは？クリオネを釣り上げた。ちょっと天使な気分。さあ、これで3種類。なんかその辺飛び寄ったのはさ、普通にアゲハチョウとかやったよね。何かしらもっといないもんかい。もっといないもんかい。お、ちょっとデカめ。ちょ、待って。はい。これちょっと方向違うか、こっち。さあ来い。やっぱ正面に投げんといかんのよね。お、競う。え、ダメなの？シビア。あ、これ絶対ダメなやつ。この辺か。あ、これいけたんじゃない？ほら。入ったー。うわ、でかっ。びっくりした。ん、これは、カレーを釣り上げたって、ん、これってよく見たらヒラメ？ヒラメなの？カレーとヒラメ全然デカさが違う。あ、しょぼい釣り竿が壊れちゃった。随分使ったからな。ということで4種類ゲットして、4種類か、まだまだゲットしたいんだけども、お！あれは何蝶？ちょっと待って。
網網網。よし。これで5種類目。トレン。よし、来たー。でかいな。ん、これは、大ゴマダラを捕まえた。ふわりふわりと優雅だな。5種類。あと4種類やんね。私、釣り竿が作りたいんやけど、でも多分、材料が足りん気がするんよね。あれもしかしてこれしまわんといかん ?DIY で何か作ろっかな。作れる？ほら、作れん。ちょっと待って、どれ？しょぼい釣り竿、木の枝が5つ。ちょ、待って、マイルで交換できるんやっけ？何本いる？はい、どうされますか？道具が欲しい。道具をお求めですか？こちらでマイルと交換いたします。あ、でも100ぐらいやったら。しょぼい釣り竿が欲しい。はい、100マイル。交換します。ありがとうございます。では、こちらをどうぞ。ありがとう。他にもご用がありましたら、お気軽にお申し付けください。この島は、あれなんやね。竹しかないけん、普通の木が手に入らんのよね。何気に木の枝が貴重だわ。このでかいのは、どうや、ヒラメか？またヒラメか？ちょ、待って。さあ、来い。来い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 。はい、来たー。さあ、これは、お、ん、これは、スズキを釣り上げた。スズキじゃなくてスズキなのね。ん、なんか、たぬきマイレージ。目指せ釣り名人。無人島で生活するなら釣りの腕前磨いて欲に越したことないんだもん。たぬき開発は釣り名人を目指す皆さんを全力で応援するだろうもん。ってことで、肩書き卒業したての坊主。卒業したて。たぬきマイル300ゲット。ちょ、待って、そっちじゃない。これはどうだ。自分の島でも釣れてないやつが釣れるんやないかな。お、ん、これは、アジを釣り上げた。さて、アジはいかほどか。あと2種類や、あと2種類。さあ、どやどや。君は？はい、来たよ。来い。はい。さあ、誰だい？あー、カレーか。くっそ。でも、あと2種類やったら、もう自分とこの島で釣れるような気がするね。多分、もうこの辺飛び降りやつとかも、変わった感じのはおらんやろ。虫自体がだいぶ減ったな。ん？今、あっこに飛び寄ったのは？あー、大ゴマダラやっけ？はい、タヌキマイレージ。お、魚博士になろう。生き物図鑑の魚のページを埋めて、魚図鑑を完成させてほしいだろも。魚図鑑の出来具合に応じてマイルをプレゼントするだろも。ってことでゲット。肩書き雑魚の魚好き、タヌキマイル300ゲット。イエーイ。で、ちょっとさ、この辺の岩を叩き寄ったら、また、ムカデが出てきたりとかするんやないの？どうよ。空を切る。そして今さら鉄鉱石が。くっ。あ、マジで？もう入らん感じ？ということは、ちょ、待って、かぶっとるやつ別に、ひら、くっ。ちょ、待って、じゃあ、サンドタラー必要やったよね。ホラガイ。これで、あとちょっとかぶっ、取る魚、ヒラメと、でけえな。逃がすときもでけえな。はい、カレイ。こんだけか。なるほど。で、まあ、この辺あ、なんか雑草拾ったんですけど。今の雑草いらんよね。ちょっと待って、入れ替えで、
雑草と入れ替えます。さあ、そしてよっほっ。あ、でも一発目叩いて出てこんってことは、ここからムカデは出てこないということか。そんな気がするね。よいしょー。んで、あと、ここか。あー、出てこないわ。出てこなかったわ。で、ちょっと自分の島に帰って、多分化石の方で行けるかな。さあ、それじゃあ、あ、またどれやろ。あ、伝説の釣り人になれるかな。狙った獲物は百発百中、それが伝説の釣り人なんだもん。魚を逃がさずに連続で釣り上げた記録に応じてマイルを進呈するだろもん。ってことで、肩書き下道の魚、たぬきマイル300ゲット。下道の魚とはどういうことだろうか。お、穴発見。ってことで掘り起こします。よっ。まあ、まだまだ多分化石とか被りも、そんなないんじゃないかなと思うけん。さあ、あとは、うん、違うね。動き出すかなってちょっと思ったけど違うね。まあ、違う。あの魚影なんかちょっと変わっとるような気がしたけど、別に何も変わってないか。穴、穴、穴。え？なんかこんなところがある。今初めて気づいたんやけど。穴橋があったんや。え、ここ来たことあるはずやのに、なんであれは気づいてなかったんやろ。あれ、ここに置いた貝はそのまま放置されてるの。あ、これで。イエーイ。さあ、これで多分、博物館が出来上がるはず。ってことで渡っていきまーす。まあ、なんかこのひょいひょい渡っていくの楽しいけん、橋できんでもいいんじゃないかな。って気がしてきたよ。ってことで、これからまた、ふうたくんの解説ショーが始まるわけですね。はい、起動しに来ました。あ、てか、まず、化石の鑑定を2つしてほしい。この2つの化石を、多分まだ被っていないはず。お願いします。おわ、1つじゃないんですね。どれどれ。はあ、しかもどれもまだコレクションない貴重な化石ばかり。お、よかった。いやー、恐れ入りました。あなたは化石発掘の天才ですね。それにしても羨ましい。博物館のオープンを実現するため、ぜひ寄贈をお願いしたいものです。とにかくこちらをひとまずお返ししますが、寄贈のこと、ぜひ前向きにご検討を。やっぱ博物館作るとしたら、ここのすぐ隣、右側に作りたいよね。はい、寄贈します。全部いっぺんに渡すことはできんかったよね、確か。んーですよね。まあでも化石は、あ、まあね、部分部分で全体の解説をしてくれるけん、一個見つかったらその解説は一回だけ聞けばいいけど、アキラは聞いたことなかったよね。はい、お願いします。化石の解説はなんかすごい従る感じよね。アーキロンはですね、現在発見されているウミガメの中で最大のものになります。アーキロンってウミガメなんや。そういうことすらもここで初めて知る。主食は海藻やイカ、タコ、時代からしてアンモナイトなども食べていたのかもしれません。全長は4メートルですから、甲羅の大きさはちょっとした車くらいだったのではないでしょうか。すげえ。あの大きな背中に乗って一緒に泳いだら、さぞかし気持ちいいでしょうね。水に濡れるのはいいですが、まあ、鳥は水に濡れたら、ねえ、なんか、飛べんなるよね。といった感じでございます。あ、でも油が落ちんかったら大丈夫なんやっけ。ではこちら、寄贈品として大切にお預かりいたします。残りのパーツも見つかって、完成した姿で展示できるといいですね。ありがとうございました。で、もう一個の化石は？あるよ、あるよ。まあ、でもあれか、こうやって解説ができた分、だいぶ、時間がかかるようにはなったよね。それはあるよね。まあ、聞きたいけど。ミロクンミンギア？
何それ、今までそんなんあったっけ。ミロくん民ギャめっちゃ言いにくいやん。はい、聞きたいです。そうですか、そうですか、お任せください。それでは5本、ミロくんミンギアですね。恐竜よりもずっと昔に活躍していた最古の魚類と言われています。魚なんや。大きさは3センチほどでパッと見よくわからないんですが、一応エラとヒレがあります。3センチ、多分それ手に持っとるやつ3センチ以上あるよ。何分謎の多い時代ですので、そのうちもっと古い存在が出てくるかもしれませんけどね。とまあこんな感じでございますです。はい、ではこちらをお預かりしておいて、博物館完成した暁にはいい感じに展示させていただきますね。てか絵画とかはないんかな。今回爪吉は出てこないの。はい、あります。まだまだあります。だから存分に。はい、ほほ、これはこれはイカですね。よろしければイカについてちょっと解説いたしましょうか。聞かせて。喜んで。イカはですね、そもそもはタコと同じで貝の仲間だそうですよ。え、イカタコって貝の仲間の。ふにゃふにゃのイカの胴体の真ん中に通っている薄い骨のようなのが貝殻の名残と言われています。めっちゃ少ないやん。確かにイカの身の弾力は貝と近いものがあるような。ああ、まあ中身そういう感じかな。美味しい出汁が出るのも一緒ですね。とまあこんな感じでございますです。はい、なんか食材としてのレポを聞いたような気がする。イカの生態系というよりは。はい、いっぱい持ってきてます。今回魚系、多分虫はおらんよね。あ、おったわ。大ゴマダラ、これだけちょっと風太くんがビビるやつ。大ゴマダラ。でもでかい蝶とか嫌やな。蝶々もね、よく見たら顔とかちょっと気持ち悪いしな。解説して。聞きます、聞きます。大ゴマダラは白黒マダラ模様の羽を持ち、ふわりふわりと優雅な飛び方をする比較的大型の蝶です。幼虫は白と黒の下模様に赤い斑点。頭部と尾部に黒い角と独特さ満点ですが、さなぎになると金色に変わります。何それ、すごい光合しそう。いくら金色になったところで、さなぎはさなぎですよ。はぁ、気持ち悪い。まあ、それはさておき、たとえ苦手なものであっても、責任を持って大切にお預かりしますよ。まあ、さなぎでも、要は虫が全般的に嫌いなんよね。私もそうやけども。でも残りは全部、魚だから大丈夫。ってことで、はい、カレー。どうぞ。すべてにおいて解説を聞いていくやつ。今日は風太くん活躍の回やね。風太くんが生き生きと話す回やね。彼はですね、よくヒラメと比べられる平べったい魚、平べったい体の魚です。ヒラメとの一番の違いは実は口です。彼の歯は細かくておちょぼ口ですが、ヒラメにはギザギザの鋭い歯があるんです。歯があるの？左ヒラメの右カレーになると言われ、目の位置で見分けることもできるんですが、地域によって個体差が激しく、正確に見分けるのは難しいんですよね。カレーはおちょぼ口と覚えてください。とりあえず、あれよね。この集まりの中ではすごい見分けやすい感じにしてくれとるってことよね。カレーの方が、圧倒的にでかかったやん、なんか。え、確かカレーの方やったよね。え、違った？ヒラメの方かな？覚えてない。覚えてない。はい、クリオネ。かわいい、かわいい、クリオネ。これは飾るのもかわいいよね。ほほ、これはどこからどう見てもクリオネですね。うんうんうん。クリオネはなんか凶暴って聞くけどね。なんか、天使みたいに言われるけど。クリオネはですね、正式名称をクリオネリマキナと言います。その意味は、ナメクジっぽい海の天使。確かにナメクジも同じ巻貝の仲間ではあるのですが、巻貝の仲間？まあ、要はカタツムリ的な？クリオネもそうなん。ほのかにギャグの香りを感じてしまうのは私だけでしょうか。なんで？よくわからない。ギャグの香り？どの辺がどうギャグやったんかが全くわからんねえけど、私には。はい、他にもいます。あとは、はい、ヒラメ。どうぞ。どの大きさでもこのサイズにされるんやね、袋。はい、解説してくださいまし。ヒラメはですね、生まれた時は他の魚と同じようなふっくらした姿をしているのですが、成長とともに平たく大きくなり、なんと最大1メートルにまでなります。
普段は砂の中に潜って暮らしているので、いきなり現れたら驚いちゃいますね。海の魚の中では一二を争う変身上手と言えるでしょう。と、まあこんな感じでございますです。はい。ではこちらをお預かりしておいて、博物館完成した暁にはいい感じに展示させていただきますね。さあ、あと2匹めっちゃ嬉しそうやね。てか、ふうこちゃんとは一緒には来んかったんよね、この村、この島に。はい、鈴木。てか、あれか、釣り上げた時の反応とか、今までの飛び盛りとかと変わったんか。追い盛りと飛び盛りは同じよったような気がしたけど、違うかな。鈴木はですね、成長とともに名前が変わっていく、いわゆる出世魚です。鈴木と呼ばれるのは大人だけでして、子供の時の名前は地域によって違うんです。年齢に応じた呼び方って人によってはデリケートな問題だと思うんですが、まだ鈴木と呼ばれたくないとか、早く鈴木になりたいとか、やっぱりあるのでしょうか。さあ、それは何？江戸時代とかにある幼名みたいな感じ？早くなんとかと呼ばれたい。あるんかな、まあ、そういうことがないけんよくわからんけど。あ、でも親からの呼ばれ方とかそういうこと、まあ、やっぱり昔ってね、親が呼び寄る通りの、なんか自分のことちゃん付けで呼んだりとか、そういうのってあった気がするけど、今あたしやもんね。さあ、これで最後の解説。アジ。アジはですね、とっても味が良いので、この名前になったそうです。そのまんま？あ、ダジャレじゃないですよ。この名前を付けた人はきっとものすごく感動したんでしょうね。まあ、美味しいものは他にもあるので、ものすごく後悔したかもしれませんが。私はサバが好き。さあ、これでもう、博物館完成するんじゃない？まあ、完成は次回かもしれんけど。ん？ということは、やったー！やりました！手続きに必要な展示品が揃いました。これだけあれば博物館の建設を申請することができます。はぁ、こうなったら大急ぎで博物館を開く準備を始めなくては。アイナさん、どうもありがとうございました。ということで、あ、化石。化石鑑定強化キャンペーン。たぬきマイル150ゲット。今度釣りが出てきた。ピチピチ釣り強化キャンペーン。続々とキャンペーンが出てくるね。一生終わらんのじゃないかな。さあ、これで、たぬき地のところに行けばいいんかな。そういうわけではなく。ねえねえ、これで博物館ができるの？博物館は場所は私決めないんすか？アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だろも？何でも気軽に聞いてちょうだい。なさげやんね。それならよかったらも、また何かあったらいつでも相談に来てね。まあ、じゃあこれで、あれか、もともと隣に立つ予定なんかな。まあ、さすがに風太くんのテントと離れた場所に立つことはないか。ってことは、まあ、自然に隣に立つんやろうと思っておく。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあ、島に行くのも、ほとんど普通の島ばっかりになったりとかすることもあるらしいけど、今回は全然行ったことない竹の多い島に行けたけん、よかったかな。普通の島の次に確率が高いらしいけど。